どうも、トッピーです。トミカの紹介とアニアアドベンチャー紹介していきたいと思います。まずはおしり探偵から。溶けたら、なんかない犬のマークがないね。ここに QR コードが入ってるんです。これをちょっと集めよう。それでは次、ずっと欲しかったです、このトミカ。これでずっと期待した。この中で。ベトナムトミカトミー2021トミカ2006トミー79/64/1トヨタスケールトヨタハイメディックメインドインベトナムベトナム製トヨタアメリカ研究者というこのトミカを覚えていてください。はい、次。いや、アニアアドベンチャーレサーパンダへ行きたいと思います。図鑑カードに毎月欲しかったんだよ。レッサーパンダ
こう、こんな風になってるんですね。これ。すっごく回転で、回せます。尻尾は効かない、別の方かな。尻尾こっちも。尻尾は効かないね。わし。白頭わし。おお、これはパクトン。すごいフィギュアもありますよね。この羽が、羽がすごく飛べますね。あ、予備のがあった。忘れた俺。説明書に家族が疲れている。わし、そう、私この間思ったの、以上でめでたしめでたしの誕生会を祝ってくれてありがとうございます。以上、誕生日の記念にこれを、ちょっとゴミが邪魔、あーパーツ忘れたもん。開けられない。お、星みたい。お、来た来た、これがハマリだ。違い、この後ろからチェックしてたよ。めっちゃここ、ほん後ろからギュッとしてた。隠れてるっていうか、これが随分特徴だね。
こんな形してますよ。ピーポーピー、救急車が通ります。救急車が通ります。ピーポーピーポー。これ2006年に発売したトミカなんですけども、これは3ヶ月前とかわからないかも。この発売パタンパタンパタンって、わしは鳥ですね。レッサーパンダ、レッサーパンダに使えそう。訂正によって、レッサーパンダの訂正には、レーサーパンダ、レッサーパンダにも使えそう。レッサーバッグにも使えそう。服のレーサーバッグには使える。チャンネル登録ありがとうございます。コメント、高評価、チャンネル登録お願いします。